敵将討ち取った。逃がさんぞ。俺のパンはバカイ。会えて嬉しいよ。涙を流れ、自分たちも使命を全うせる。私には皆さん背負うものがある。皆さん、こいつは豪快だ。俺もこうしちゃ折れませんな。皆さん、諦め、貴様に私は倒せぬ。いやいやいや、痛いから倒せるって。間に合った。しばし殿、お無理は禁物。脅威と裏切り者はここだ。司馬将殿に知らせろ。ほらほら、ここは負けたんだ。さっさと逃げるぜ。敵に抜かりはない。私は上将に誓った。陣の世を築くまで何度でも挑む。何度でもだ。まあまあ、いいから、いいから。見たか、あの執念を。父上も随分な課題をよこしたものだ。ウグ大天ってやつか。ああ、めんどくせ。時代の俊英たちによる対決は司馬氏が制した。だが司馬一族に心休まる時はなかった。国を揺るがす陰謀が密かに画策されていたのである。義弟双方の敗意、それは対語戦略に当たっていた横領の恐るべき計りごと。妖帝を廃し年長の帝を立て、司馬氏の力を削ごうとしたのである。司馬の決断は早かった。彼は素早く兵を整えると呪春による横領の討伐に乗り出す。進行を繰り返す蜀と違い、
後は近年守りに徹し力を蓄えている。虎視眈々と義に進行する気を伺っている。そんな後に隙を見せる愚を芝居は知っていたのである。もはや芝居に適する才はこの世にいない。だが彼は己の信念に従い愚者の消滅に向かう。ようこそいらっしゃ。適正は防備の構えを見せています。それと呉の方面に不穏な動き。大方王領が呉と結んだのであろう。援軍が来る前に速攻で攻略すればよい。父上はなぜ義に肩入れするのです？父上ならさらなる大業を果たせましょう。別段義のために動いているわけではない。己の器以上の権力を欲するボングラも、そやつらがのさばる世の中も。行くぞ、し、くだらぬ戦だ。すぐに終わらせる。この先で小規模な戦闘を確認しました。敵軍の内紛でしょうか。あるいは勝機なしと見て逃げ出すものか。これは…オーラの配下から攻撃を受けているようです。王皇が俺の背くと見るべきか。何かの役に立とう。王皇に加勢せよ。行けよ。さあ、俺と勝負だ。覚悟しろ。